はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書5章テスト対策やっていきます。で、今回ね、この2問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。でね、またやたら問題文が長いんですけど、まず、ここに書いてある情報を確認していきましょう。で、やっぱり掃除とか、まあね、ちょっと難しい問題になってきたりすると、問題文が長いんですよね。で、長くて、心が折れさ、まあ、心を折れさせるというか、受験時とかもそうだけど、っていう問題があるんですが、個人的な印象として、まあ、丸1、丸2とか、まあ、丸3まであった時、大体の大問は、1番は簡単にできてます。基本的にはね。だから、ここを見て、あ、絶対これ全部無理って思うんじゃなくって、まずここを確認して、一番はできるんじゃないかなっていう。いや、簡単なんでしょ、きっとっていう気持ちで取り組むようにすると、受験時とかね、得点底上げできると思いますんで。で、基本的に図形問題っていうのは、こういうね、AB が3とか、BC が4って、それ大事じゃないですか。例えば AB、ここね、左側が3でさ、上の、BC は下でいいか。4なんですよ。もちろん AD も4ね。平行四辺形だから。なんですけど、あとは、わりかしね、そことそこの交点が H ですよっていう、もう書いてあるじゃんみたいな、情報をきっちり書いてくれてるんだよね。だから読んでいくと、まず平行四辺形ですと。で、AD 上に E があるでしょ ?E があって、BC 上に BC、F があると。CD 上、CD 上に G があると。で、これ大事だね。AE と BF と DG が1センチなの。だから、AE、ここ1で、BF1 で、DG のここも1だよっていう。これは書き込まなきゃいけないよね。で、また、線分 EF と AC の交点を H、EF、こいつと AC の交点 H って書いてあるし。で、EF と BG、どこ ?EF と BG の交点 I って書いてあるから、ここの、まあ、何センチっていう情報は必要でしたけど、あとは書いてあるじゃないですかっていう。だからそんなに長いからといって無理って思わない方がいいです。もちろんね、抜けがないようにきっちり読むことは大事ですけど、いいか、適当に読むんではないけどね。では行きましょう。で、まず FI ですね。ここの、まあ、短いね、この線分の長さを求めたいんですが、前の1個前のね、テスト対策でも言ったように、この掃除の場所っていうのはよく使う図形っていうか形がいくつか決まっていて、例えば、まあ、こう三角形があるときに、中にね、こう平行な線が書いてあると、これ上の三角形と大きい三角形相似になるんで、この形よく使います。これもめちゃくちゃ使うと。で、もう一個が、砂時計ですよね。変な砂時計の形。こういう、まあ上と下がね、平行になってて、これも上の三角形と下の三角形相似になってるんで、もちろん他にもありますけど、この形をとにかくよく使います。相似の単元っていうのは。で、例えば、今回このね、砂時計横にした形がここにありますよね。だから見た時に、これ使うかもしんねえな、みたいな風には思ってほしい。結論から言うと今回これ使わないんですけど、そこは使わないんだけどね。で、今回こっちを使います、主に。主にかも全部これなんだけど、これ。で、まずどこ行くかっていうと、今、FY を求めたいと。じゃあもちろん FY が入ってるような、こいつを見つけられないかなって考えます。いい？で、今、これ上と下、1センチ1センチだから、当然、この ABEF、これ ABFE か。左側のやつも、これも平行四辺形になってます。上が11で同じだからね。で、平行だからさ、もともと。で、この部分、ここの三角形ですね。ちょっとこっち書き出しましょうか。すんげえツボ飛んじゃった。ごめんよ。ちょっと忠実に再現できない能力がごめんね。許して。くそごめん、待って。もうちょっとか。版書量、幅あるもんね。この辺でいくか。こういう、この辺で許して。よっしょ。で、左下が B でしょ？で、ここが G。で、C が来てると。で、この辺に、IF がありますよね。で、今こことここ平行になってると。つまり、こいつを、コテンって横にした形になってる。いいかな。で、こういう風になった時に、今 IF 求めたいんで、ここ X って置きますよね。
で、あと、まあ、左のこのちっちゃい三角形と大きな三角形を考えたときに、三箇所長さが分かってれば、もしくは比でもいいけど、分かってれば、この X 求めることができます。絶対に。で、今確認していくと、まず BF ここ1って分かってますよね。BF1。で、まあ、ここでいいか。ま、ほんとは全部でもいいんですけど、ちょっと分かりやすいんで。ここは3ですよね。もともと全部で4だから。まあ、使うのは4の方なんだけど。4から1引いて3になると。で、CG に関しては、もともと全部で3です。ここで1使ってるから、だからここ2なんですよ。ってことで、長さが4箇所分かります。小さい三角形の1と X。おっきい三角形の4と2ね。4と2。対応してるところをちゃんと考えて4つ出てきたので、あとはもうその辺の比で求めますと。だから、まず1対 X。まあ、下からいこうか。1対 X でね。1対 X イコール。で、この三角形と、大きな三角形ね。間違っても3使わないようにね。今、下、右使ったから、まず下、ここ4ね。4対、右だから2。こうなります。いや、もちろん2対1に直してもいいんですけど、まあ、かつそんなに大きくないんでね。まあ、なんか外外やって、4x イコール2。で、これ、4で割ると、x イコール4分の2になるので、x イコール、まあ、x 今 fy だね。fy イコール4分の2だから、約分して、2分の1と。これで終了となります。これでまず FI を求めることができましたと。で、次に HI に行きます。で、最初自分これ初見で解いたときに、HI がさ、ここですよね。この部分。ちょ、これお腹がなってしまった。ごめんよ。HI ここやと。だから、さっきも言ったように、この砂時計を横にした形、HI モロに使ってるからさ、で、解けないかなって考えたんです。ただ、さっきも言ったように、こっちの形と一緒で、この砂時計の時も、今ここ求めたいんで Y にしましょうか、じゃあ。Y。でね、ここ今3って分かってますよね。その求めたいものを含めて4箇所数が分かれば、まあ求めたいものを抜いて3箇所ですね。まあ紐含めていいんですけど、分かれば、もう比の式で絶対解けるんですよ。今みたいな、こんな感じで。あと2箇所欲しい。例えば、こことここの長さが2センチと5センチみたいな。分かってれば絶対比で解けるの。でも、これ出てないんだよね、現状で。だから、あ、じゃあこの窓きついなと。出てないからさ。じゃあ作戦変更しようと思ってどうやったかっていうと、もうこれと同じです。同じボタン。どこやるかっていうと、この HI を使ったものはなかなか難しいの。例えば、ここの三角形。ちょっとなぞっちゃうか。ここね。HI モロに使ってるでしょ。よしよし、ここで行こうと。Y あるし。ここ。あ、3じゃねえ。ごめん、間違えた。2だったね。ここ3って分かってるし。だから、こことここが分かってるんで、あと2箇所分かればいい。さっきと同じ発想だったら、2センチ、1センチとか分かってればね、いけるんだけど、これも出てこないんだよ。じゃあどうするかなと思って、そうした時に、じゃあさっきここでやったから、まずここ求めてみようかな、みたいな。こうやって、大きな三角形にしたんです。ちょっとこれ消しますね。ここから2番いくよ。あのね、大きな三角形。ここは板書量ちょっと増やしてしまうので、少しちっちゃめにかけますね。と言ったまちっちゃくなんなかったけど。こんな感じかな。で、左は A でしょ?ここ B の C の H、F。これだと HF になっちゃうから、いや、HI じゃないじゃんって感じがするかもしんないんですけど、HF をこれ求めるじゃないですか。例えば HF が5ってわかりますよね。5はない。じゃあどうしようかな。じゃあ2、2になってないけど、2だとするじゃないですか。HF がね。2ってわかれば、さっき FY 求めてるんで、HF から FY を引けば、HI 出ますよね。作戦としては。あ、じゃあそれでいけんじゃねと思って HF に行きました。自分はね。で、どうやるかっていうと、じゃあちょっとこの Y 一回キャンセルしますね。じゃあ HF を Y にします。で、AB はもともと3って分かってるから、ここ3です。で、あと2箇所ですよね。で、こっち側はちょっと厳しいんですけど、ここは分かってるよね。まあ、さっき使ったけど。ここ3センチ、これ1センチなんですよ。そう。じゃあ、これで4つアイテム揃ったからいけるだろうと。
っていうことで、まずちっちゃい三角形からいきます。こっち。いや、左下でいこうか。y 対3ね。y 対3イコール、おっきな三角形の左対下ね。つまり、3対4ね。こう。これで HF が求められます。で、中、中、外、外なので、4y イコール9。で、割って4分の9と。y ね、HF がね。となりました。で、さっきも言ったように、HF、この部分から下の部分を引けば、こいつをね、こいつか。引けば、HI が残るので、最後。HI イコール、4分の9引く、2分の1と。で、これは通分しなきゃいけないから、こっちを4に合わせましょう。2分の1は、上と下、2にかけて、4分の2となるので、答え、4分の7と。これで終了となります。まあもちろん小数で表してもいいですけどね。まあ俺は分数のが好きなのでちょっとこのまま行かせてもらいます。まあ前回のテスト対策も含めてですけど、まあ絶対ではないんですが、そのね、まあこの三角形、中に平行線が入っている三角形の形、もしくはその砂時計ですね。変な形の砂時計。あれがね、やっぱ本当によく出てくるとこにはなります。ただ、今回みたいに砂時計使えないじゃんってなる時もあるんですけど、それも含めて、じゃあ、数字がきっちり出てるところを使って、アイテム4つですね。比例式がこう立てれるように、4つのアイテム揃うとこないかなっていう風に探していくと、突破口を見出しやすいので、ぜひね、こんな感じでやってみてください。では、今回はね、この2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、またね、問題文がやたら長い問題をやっていきますが、それは言わなくてよかった気がする。はい、次行きましょう。